どうもこんにちは、瀬戸康史です。これはウェブカメラで撮ってます。そのまま上げられるので編集なしでね。なのでちょっと今日は編集なしでパパッと上げる動画を撮ってみたいと思います。今日は iPad のアプリの紹介です。でん、登場しました。ちょっと反射してますけどね、これ iPad です。つけます。シャッ、今日紹介するのはこれ、アイドラムです。これですね。これはどういうアプリかと言いますと、音のね、ネタがいくつかあって、それをまあ聞いていただければわかるでしょ。こういう曲があります、ね、例えばね、こういうのとか、こういう音が入ってますね。これがどういう風になってるかと言いますと、こっちに行くとこういう風にこう組まれてるわけですね。なんて言っていいかわかんないけど、これが音が割り振られててもですね、16個のパッドに。こういうふうにですね。で、これを自由に自分で組み替えたりできるわけです。で、今もともとはですね、この、こんだけ半分しか入ってませんけどね。で、これを流すと、で、これだんだん横にずれていくわけですね、こうやって。ではまた最初に戻ると。こういうやつです。で、今日何を紹介するかっていうと、ですね、ここに、右上か。これ見てもらえますか、これ。これ。マイク、iPad のマイクをそのままこう録音できるっていう、なんか機能がありまして、これがちょっと面白かったんで、ちょっとやってみたいと思います。もともとの音が、じゃあまずこの音変えてみましょうか、この音。ちょっと反射しちゃってんな。カピバラが反射してんな。この音にじゃあ吹き込んでみたいと思います。このマイクのボタンを押すと、このなんかマイクの絵が出てきます。わかりますか？マイクの絵がこうやって出てきますね。ちょっと待って。これ。で、このマイクの絵のところを触って、自分がなんか音を出せばいいんですね。うえ。言いましたね。おえって言いました。そうするとどうなるかというと、うえ。な感じになりました。今一個これ上に変えましたね。で、この元の、このかっこいい曲の方にちょっと戻ってみることにしましょう。そうするとどうなるか。曲の一番大事なところが、上に変わってしまったっていうことですね。悲惨なことになってます。今度はこの、スネアかな、スネアドラムの音を変えてみましょうか。またマイクのボタンを押してこれが出てくるから、録音しました。もうこれ入りましたよ。入りましたね。もう一回聞いてみましょうか。こんなことになってしまいました。じゃあどんどん録音していきましょう。こんなもんもね、ぬるいんですよ。自分の音で全部ドラムを出す、このドラムキットの音を出すっていう手もありますよ。ちょっと、おえがちょっと、インパクトがちょっと強すぎたんで、ちょっと変えますよ。こんな感じにしました。これもね、ちょっと、本当にドラムっぽい感じで音出してみましょうか。マイクの動作でこれを押す。
ラグが出ましたね、なんかね。タイムラグがありますね。もう一回。いいじゃないですか。いろんな音をどんどん入れていきます。